はい、こんにちは。今日は朝です。朝なんで顔がむくんでます。タートルです。今回はバランスボールを使ったヒップアップメニュー、そして太ももの裏を、引き締めるトレーニング方法を紹介します。そしてセットとセットの間にですね、インターバルを少し置くんですけど、そのインターバルでも休憩をしないように体幹を鍛えれるメニューを挟んで3セット行いますんで、ぜひね、身につけて真似してやってみてください。今日はモデルさんにやってもらいます。はい、じゃあお尻持ち上げましょう。はい、そこでストップです。20秒、10秒でいこう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら足を伸ばして休みます。10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあまた上がります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、足伸ばして、はい、休みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト膝曲げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、伸ばしてお尻つけて、はい、 OK です。はい、お疲れでした。あのね、ボールの上に足をついてしっかりお尻を上げてですね、膝から肩までできるだけまっすぐになるようにキープします。そして足が、要は膝が開かない方がいいので、膝をしっかりね、閉じれる人はいいんだけど、閉じれない人はね、膝の間に何かを挟んで行ってみてください。ぜひね、毎日寝る前にでもやっていくとですね、体の変化に感じると思いますんで、ぜひ頑張ってみてください。またね、コメントとかぜひぜひください。で、女性もね、あんまり女性はコメントくれないかなと思うんだけど、こういうね、気になってることがあるんだよとかね、こういうメニューやってとかね、あればぜひ言ってください。タートル TV でした。太陽が沈む前にチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。